ヘンリー・ウォルトンによる肖像画初代、オーォード伯爵ホレイショ・ウォルポールは、イギリスの貴族、政治家、保育等所属。初代ウォルポール男爵、ホレイショ・ウォルポールの息子として、1723年6月12日に生まれた。1736年1月24日に、リンカーン放送院に、1741年に、ケンブリッジ大学コーパス。 クリスティ・カレッジに入学した。1747年イギリス総選挙で、キングスリン選挙区から出馬して、当選、議会で与党を支持したが、1754年、イギリス総選挙で再選された後は、議会で発言した記録がないという。1757年2月5日に、父が死去すると、ウォルター・トンのウォルポール男爵を継承した。 1797年3月2日に親族に、当たる、第4代オーフォード伯爵ホレス・ウォールポールが死去すると、ウォールポールのウォールポール男爵を継承した。1806年4月10日、オーフォード伯爵に除された。1809年2月24日に死去、長男ホレ所ショが爵位を継承した。1748年5月12日、レイチェル・キャベンディッシュと結婚、下記の子女を設けた。 ありがとうございます。